ていいのだ？ええ、約束した通りです。今日は私のおごりですわ。すごいのだ！食べ放題なのだ！練習も頑張っていますし、たまには息抜きも必要ですわ。私も思い切り食べることにしましょう。あ、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 黒丸、最初から飛ばしすぎなのでは？このこと全然ないのだ！まあ、たまにはいいでしょう。たまには。お腹いっぱいなのだ。いくらなんでも食べすぎです。ごめんなさいなのだ。あら、この匂い。マカロンなのだ。かぐや様、とっても美味しそうなのだ。甘いものは別腹というやつですわね。仕方ありません、買って帰りましょう。やったのだ。いただきなのだ。お待ちください。このマカロンという洋菓子は自分たちが先に目をつけたものです。うん、満腹黒丸ちゃんたちは別に割り込んだりしていないのだ。ことを荒立てる必要はありません。彼女たちの後ろに並べばいいだけのことです。いいえ、話はそんな簡単なことではありません。この美味しそうな洋菓子、残り一箱だけのようです。それじゃあどっちが買うかじゃんけんで決めるのだ。勝負で決めるのならもっといい方法があります。ドレスの四十院さんと満腹さんならその方法は言わなくてもわかるはず。なるほど、食後の運動にちょうど良さそうです。望むところなのだ。マカロンは満腹黒丸ちゃんがレースで勝ち取るのだ。お茶の水ひじり橋サーキット、ヘアピンカーブを含む急カーブもありと、なかなか歯応えがありそうですね。マシンの調整次第で拮抗必至。レーサーのテクニックはもちろんメンテナンスが重要。進むのだ。この速さについてこられますか？
何だ、必要が下にあるのだ。飛ばしていこうの速さについてこられますか。大丈夫ですか。危ないのだ。まだいけるのだ。きれいなのだ。都合がいいですね。行くのだ。この速さについてこられますか。珍しい味もあるのですね。ブースト全開です。私にとっては当然の結果です。お見それいたしました。
さすが武蔵野女学館ジェットレース部です。いいえ、あなたたちも素晴らしい走りでした。レース結果が全てです。どうぞ、この洋菓子はあなたたちのものです。このマカロン一箱に4個入っているのだ。だから半分の2個あげるのだ。自分たちにも自尊心はあります。情けは不要です。情けじゃないのだ、満腹黒丸ちゃんがそうしたいのだ。ですが、いいレースができたお礼なのだ。黒丸がいいと言っているのです。受け取ってください。わかりました、いただきましょう。この洋菓子、一口一口噛みしめさせていただきます。今度会う時は神田川杯で、その時は今日以上の熱いレースをしましょう。ええ、望むところです。黒丸、本当に良かったのですか？もちろんなのだ、いいレースができたお礼なのだ。はい、かぐや様にもあげるのだ。私は結構です、黒丸がすべて食べてください。それじゃダメなのだ、一人で食べても美味しくないのだ。かぐや様が美味しいって言ってくれると、満腹黒丸ちゃんはもっともっと美味しくなるのだ。わかりました、そういうことならいただきますわ。どうなのだ、美味しいのだ？ええ、とても美味しいですわ。嬉しいのだ。それじゃあ満腹黒丸ちゃんも食べるのだ。パクリ、美味しいのだ。今日は嬉しくて美味しい一日だったのだ。これで明日からもっと頑張れるのだ。もっとでは足りません、もっともっと頑張らないと。私たちにはジェットレース部の存続という目標がありますから。わかったのだ、満腹黒丸ちゃんはもっと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 頑張るのだ。見て見て、ミサちゃん、また成長した気がする。